皆さんこんにちは、ヤッホーカレンです。スポーツ MC の岡田です。さあ今日はとあるキャンペーンのご紹介です。何でしょうか。今日はサロモンマイボトルランキャンペーンご紹介していきます。お願いします。一昨年の夏も、ね、うん、これ実際に実施したんですけれども、はい、この暑い夏にぴったりのこのキャンペーンご紹介していきたいと思います。もう夏といったらやっぱり、でも本当日頃から意識してるでしょ、マイボトル常に確かに持ち歩いてますね。そうですよね、うんうん、この辺ってなんかこう、まあ、水分補給っていう観点でもそうだし、うん、環境への配慮とかってそういういろんな面でね、マイボトルって便利だったりしますよね。そうですよね、うん、でこちらは実際にサロモンのアイテムを使って給水したりとか、うん、まあ、もしくはね、はいはいはい、持っている、まあ、給水できるようなマイボトルを持って走る。いいですね。でそれをまあ投稿していただくと何かが当たるよというキャンペーン、ちょっと何それ、もう教えて教えて中身教えて。期間はですね、7月15日から9月の4日、はい、でこのマイボトルを持ってランニングをしたよという記録を、うん、SNS のインスタグラムもしくはラントリップのジャーナルで、はい、ハッシュタグカタカナでね、マイボトルランをつけて投稿していただくと、こちらの豪華プレゼントが当たるということです。これプレゼントが、はい、まずはサロモンのソフトフラスク、はい、使いやすいんですよね、これね。めっちゃ愛用してますよ。そう、私もめっちゃ愛用してるし、うん、あの正直もらえるんだったら全然もらいたいです。当たるったらめっちゃ嬉しいです。確かにね、はい、投稿キャンペーンぜひ参戦してください、ね、うん、参戦します。あともう一つ、はい、アクティブスキン8。うわ、来た。ザックです ね、これもトレランもそうだし、あの帰宅ランとか、まあ、ロードでね、物運ぶとか、うんうんうん、ついてますよね、しかもソフトフラスク。これそうそうそう、これもほんと最高ですよ。まあ、持ってる方も嬉しいと思うし、うんうんうん、持ってない人もなおさらアクティブスキンめちゃくちゃいいじゃないですか。ね、そうなんですよ。ちなみにこれね、うん、1投稿につき100円がウォーターエイドジャパンに寄付されるんですね。いいんですか。いいんですか、ね、結構寄付100円はね、確かに結構100円ってすごいですよね。そうですよね。なんか今世界では10人に1人が、うん、まあ、水環境悪い環境にねいたりする中 で、 そうですよ、ね、ウォーターエイド、まあ、あの国際 NGO 団体なんですけれども、うんうんうん、このウォーターエイドが環境整えに行ったりとか循環を良くしたりっていう活動をしているんですが、すごいいいですね。そこに寄付するという。だってこれ僕らはマイボトル持って走って投稿することによって、うん、その世界の水の環境が変わっていくってことですもんね、うんうん、やるだけですごいですね。そう、簡単だからみんなでやろう。ね、手を取り合っていきましょ う、 プレゼントがこれほどない、うん、いいプレゼントですけど ね、 そうですよね。やっぱ水分補給ってやっぱこの時期ね、うん、めちゃくちゃ大事っすよね。大事、もう喉乾いたっていう時点では遅いですからね。遅いですよ、うん、もうほんと今日もさ暑い中走ってちょっとフラフラになっちゃって、うん、いや危ない危ない、ほんと危ないなと思いました、うん、だからやっぱマイボトル、いや本当持ってください。ソフトフラスク持って走るって、ね、すごい大事だと思う。そうですね、うん、20分でも30分でもね、どんだけ短い時間でもしっかりと水分を持つことは大切。そう、大事ですよ。だってあれですよね、うん、あの水分、人間の体って約、うん、1.4% の水分、脱水、うん、減っていくだけで運動能力が 20% から 30% 落ちる。そんなに落ちるんだ。すごくない。でもめちゃくちゃ、だからランニングしてる時とか勝負してる時とかね、うん、あの頑張って練習してる時とか超大事なわけですよ。そう、大事な時に限って 20%30% ですから、ね、だからもう大体1時間の間で目安としては 400から800ml、うん、人によってね、あの体の大きさとかによって違うと思うんですけど、うんうん、それぐらい補給した方がいいよっていうふうに言われてるので。そうですね、走ってやこの暑い時期ですから、ちょこちょこ飲みでねやっていきましょう。本当に1時間走って、いやいや全然補給してないですわとかっていう方もいるかもしれない、うん、怖いよ。危ないですからね。そうなん、しっかりと補給をお願いいたします。マイボトル持って補給しましょう。していきましょう、はい、そしてキャンペーンの応募方法なんですが、はい、インスタグラムはですね、うん、まず先ほどのハッシュタグマイボトルランをつけて投稿します。ドン、はい、そしてサロモンの公式アカウントをフォローしていただくっていう、まあ、この2つをやっていただくと、はい、もうフォローしてます。あ、私もしてます。で当選した方には、はい、あのダイレクトメッセージが、ね、届くので、 なるほど、お楽しみ。いいですね、はい、そしてラントリップジャーナルはですね、うん、同じく先ほどのハッシュタグ、うん、マイボトルランをつけて、はい、かつオリジナルスタンプも登場します。来ましたね、楽しみです ね、このスタンプどんなスタンプだか、それもね一緒につけて投稿すると当選者にダイレクトメッセージが
あ、いいですね、届くということになっています、うん、まあ参加しやすい方で、そうですね、まあ、でも個人的なおすすめっていいですか、うん、ラントリップのジャーナルでそのマイボトルランつけてオリジナルスタンプつけて投稿するじゃないですか、うん、ジャーナルで出来上がった画像をインスタにも使うっていうのが一番いいです。確かにダブル応募できちゃいますね。これ一番いいと確率2倍だ、はい、本当暑いし、あの水分補給が本当大切だと思いますの で、 で、ね、で何かがあったら、ね、健康を害するじゃないですか、健康のために我々走ってますから、うんうん、健康を害するようなことがね、脱水で起こったらダメなので、皆さんしっかりとマイボトルいや持ってランニング、しっかりと水分補給をしながら楽しんでいきましょう。はい、この動画が面白いなと思った方は高評価、チャンネル登録、はい、コメント欄にコメントお待ちしております。お待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。